皆さん、こんにちは。元衆議院議員の森喜朗さんは、2000年から約1年にわたり、第85代、第86代の内閣総理大臣を務めました。そして、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長を務めました。数々の失言で注目を集めた元内閣総理大臣の森喜朗氏は、現在、癌に罹患し、闘病中であると話題になっています。今回は、森喜朗さんのことについて改めて調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。森喜朗さんの自宅といえば、東京都世田谷区瀬田に居住を構えていることは有名でした。タワーマンションではなく一戸建てです。ちなみに東京都世田谷区瀬田の地価は、価格相場222万円、坪、となっています。瀬田といえば、多くの財界人、政界人等が暮らす、世田谷区内の高級住宅街でもあります。家を見ると、ざっくり200はありそうです。ただ、現在は解体されています。ここで森喜朗さんのプロフィールを見てみましょう。森喜朗さんは、1937年7月14日生まれ、石川県能美郡根上町の出身です。石川2区を地盤とし、当選回数14回を重ねました。森喜朗さんは石川県立金沢二水高校を卒業後、早稲田大学第二商学部に入学し、商学士の称号を取得します。もともとはラグビーのスポーツ推薦で入学しましたが、胃潰瘍により退部しています。1969年に衆議院議員に初当選してから、内閣官房副長官、文部大臣、通商産業大臣、自由民主党幹事長、建設大臣、自由民主党総裁、内閣総理大臣を歴任してきました。青天の霹靂だったのは、2000年4月5日、脳梗塞で緊急入院した小渕恵三首相の後を継いで、内閣総理大臣に就任したことでしょう。在任期間は2000年4月5日から2001年4月26日と、わずか1年の総理大臣となりました。2016年3月に癌の手術をしていたことを明らかにした森喜朗元首相。2020年の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の立場であったため、癌の病状や余命について注目が集まりました。メディアの前に登場した森喜朗は、驚くほど激痩せした姿を見せました。本人によると、100キログラム以上あった体重が85キログラムまで落ちたようで、肺がんの手術をしたばかりだと報告していました。一度肺がんの除去手術を受けたものの、2015年には再発が見つかり、抗がん剤治療を始めた森喜朗さん。森喜朗さんさんは自身の余命について、このままどれだけ持つかわからないと語っています。総理大臣に就任した直後に前立腺がんが見つかりました。当時は総理大臣就任直後ということもあり、子宮の手術を受けることはせず、在任期間が明けた2002年にがん手術を受けています。何度かのがん手術を受け、がんと戦ってきた森喜朗さん。闘病生活や政治家としての人生を綴った手記、遺書を上司しています。遺書は、2020年東京五輪に向けて指揮を執る中での肺がんの闘病記録、日本オリンピック委員会、JOC や現東京都知事の小池百合子との確執などなどが綴られ、話題となりました。石原慎太郎さん、猪瀬直樹さん、増添陽一さん、小池百合子さんといった歴代東京都知事とのやり取りも綴られており、オリンピック組織委会長に就任してからの興味深い話を読むことができます。ちなみに、森喜朗さんがこれまでがん治療に当たった際、高額医療に身を寄せていたとのことです。森喜朗さんは現在、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長をされていましたが、日本ラグビーフットボール協会名誉会長でもあります。それは森喜朗さんがラガーマンだったからだそうです。森喜朗さんが小学校4年生の時に、早稲田大学ラグビー部の選手だったお父さんから誘われて部の合宿に行ったそうで、その時に初めてラグビーと出会います。その年のラグビー早慶戦を見て感動し、ラグビーをやりたいと思ったようです。その後、早稲田大学でもラグビーをしますが、肉体的、精神的ストレスで胃潰瘍のため吐血し、退部しました。この悔しい気持ちから、2019年のラグビーワールドカップ日本招致を実現したようです。
森喜朗さんの家族構成は妻の旧姓牧千恵子さん、長男の森裕樹、長女の森陽子さんの4人家族です。森家は江戸時代加賀藩で代々村の肝入りを務めた家系です。森喜朗さんの祖父と父親は根上がりの村長、町長を長く務めていました。ということで政治家一家でもあります。元内閣総理大臣森喜朗を支え、息子森裕樹を育てた千恵子さん。森喜朗さんは愛妻家として知られており、二人の出会いは早稲田大学在学時だったようです。早稲田大学生時代、胃潰瘍でラグビー部を退部した森喜朗氏は、東南アジアからの留学生との交流を深めるサークル国際学友会に所属し、ここで後に奥様となる千恵子夫人と出会います。当時の彼女は水泳をしていて真っ黒に日焼けしていたため、東南アジアからの留学生と間違えて森喜朗さんが、お国はどちらですかと声をかけたのが始まりだったそうです。そこから仲を深め結婚するまで至ったということです。結婚生活では森喜朗さんが出張に出かけた際に1日1回は用事がなくても嫁に電話するとのことで、かなりの愛妻家であることがわかります。森喜朗さんは自民党に入党してから着実に出世の階段を上り、総理大臣の座につきました。千恵子夫人は代議士の嫁の見本と言われるほど立ち振る舞いがしっかりしています。夫を第一に考えて控えめにわきまえる態度でいることはもちろん、肝の据わった芯の強さで外国の要人にも物怖じせず接し、堂々とした姿と古き良き大和なでしこの姿を使い分けます。その一方で森喜朗が神の国発言などでマスコミに叩かれていた時も夫を叱咤激励した千恵子夫人。退陣が決まった直後には、やっと終わる、これで清々する、終わったらパーティーでもやりましょうと親しい議員夫人に語るなど、サバサバした思い切りの良い性格だといいます。さて、東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件で受託収賄罪に問われた大会組織委員会の元理事高橋治之被告の公判が2024年1月31日東京地裁で開かれ、弁護側は組織委の森喜朗元会長の証人尋問を実施するよう強く求めました。弁護側は2時間近い冒頭陳述の中で、高橋被告にはスポンサー集めをする権限はなく、企業から受領した約1億9800万円は民間のコンサルタント業務の報酬であり、民と民の取引で賄賂ではないと起訴内容を否認、全面無罪を主張しました。一人で長時間にわたって冒頭陳述を読み上げる弁護人の声はかすれて聞きづらい時があり、途中で2度ほど持参したペットボトルの水分で喉を潤すほどだったといいます。ようやく終わり、法廷内は緊張感が消え去り、このまま閉廷すると思われた時だったそうです。裁判長、弁護人は今までとは違う力のこもった呼びかけとともに席から立ち上がりました。被告にとって森元会長の証言はベストエビデンスです。元会長の証人尋問をお願いします。この言葉に想定外だったのでしょう。裁判を傍聴したある記者はこう明かしています。戸惑う裁判長は陪席の2人の裁判官に耳打ちしながら話していました。会話の内容はさすがに分かりませんでしたが、相談した後弁護側からの要請にとどめたように見えましたね。一方、検察側は森元会長を呼ぶ予定がないと突き放すと、弁護側が食い下がります。裁判長の訴訟指揮として証人尋問を実現してください。この発言に対しても裁判長は方針を示さず、この日の公判は終わりました。閉廷後、弁護側は報道陣に改めて証人尋問が行われなければ刑事裁判として異例との見解を示しました。検察弁護側の冒頭陳述から主な争点を整理すると、高橋被告にスポンサー集めの権限があったのか、受け取った金銭の賄賂性の2点になります。1つ目のスポンサー集めの権限について、検察側によれば被告は森元会長からスポンサー選定を任され、契約締結など理事会で意見を述べ、マーケティング関連の働きかけをする権限を与えられていたとしました。弁護側はスポンサー選びは森会長一任だったため任されていない、マーケティング業務については提案したことはあるが却下され、武藤敏郎事務総長に相手にもされず、被告は反論さえしなかったとしています。
2つ目の賄賂性について、検察は贈収賄の適用を受けるみなし公務員、国または自治体の職員ではないが公務員とみなされる職務に従事している人であるのを知りながら、被告はコンサルタント契約を装い知人の会社口座を受け皿にして現金を振り込ませるなど違法性を認識した上で金銭を受け取っていたと主張しました。これに対し弁護側は次のように否定しています。電通の元専務だった被告はその経験や人脈に基づいてコンサルタント業務を担ってきた。企業から受け取った報酬はクライアントのために電通関係者に働きかけをした見返り、コンサルタント料に過ぎないとしました。双方の言い分が真っ向から対立する展開となり、森本会長の証言が実現するかどうかは極めて重要になってきます。ではなぜ森喜朗元総理はいつも逃げ切れるのでしょうか。週刊新潮が報じているように、これまで森喜朗さんには金にまつわる多くの疑惑がささやかれたのですが、塀の中に落ちることはありませんでした。リクルート事件、西松建設の違法献金事件、森が最高顧問を務める全日本私立幼稚園連合会の4億円を超える使途不明金事件などです。しかし今回の五輪汚職事件では、高橋治之元電通専務が受託収賄容疑で逮捕されたが、高橋のボスである森組織委会長が全く知らなかったと考えるのは無理があるのではないかと思われます。いずれの時も森喜朗さんはどういうわけか難を逃れています。そのからくりはどこにあるのか未だ分かっていません。いかがだったでしょうか。今回は森喜朗さんのこれまでの経歴を中心に見てきました。贈賄容疑で逮捕された AOKI の青木拡憲前会長は、虎屋の紙袋に入れて森に200万円渡したと供述しているといいます。組織委員会長だった森喜朗さんもみなし公務員でした。利害関係者から金をもらうことは禁止されています。東京地検特捜部は任意の参考人として森喜朗さんから何度か事情を聴取しているようですが、今回も逃げ切ってしまうのでしょうか。数々の政治家としての要職を歴任してきた大政治家であるはずです。しかし不祥事によって晩年を汚してしまったのではないかと危惧しています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。